ここはウィザーズガーデン袖ヶ浦カリフォルニアクロスと言いまして、カリフォルニアを彷彿とさせる街並みは電柱や電線のないコモンスペースになっているので、このインナーガレージでバイクいじりなんかも楽しめちゃいますね。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。ウィザーズガーデンのお時間です。本日もモデルハウスの方をご紹介していきたいと思います。ここすごいおしゃれな街並みですね。まるで海外の街並みみたい。そうですよね。ここはウィザーズガーデン袖ヶ浦カリフォルニアクロスと言いまして、東京湾アクアラインのインターチェンジから車で15分ほどの場所にあるウィザーズガーデンの分譲住宅地となっております。カリフォルニアを彷彿とさせる街並みは電柱や電線のないコモンスペースになっているので、リゾート感満載なランドスケープとなっております。本日のモデルハウス、なんだかすごそうですね。はい、早速になりますけれども、本日のお家のテーマはインナーガレージで幅広い趣味が楽しめるアーバンスタイルの家となっております。間取りがこちらになっております。今回のお家ですけれども、間取りが 3LDK にインナーガレージとウォークインクローゼットが付いているお家になっております。土地面積が 59.81 坪、建物面積が 32.04 坪になっております。はい、それでは早速外観の方を見ていただきたいと思います。このようになっておりまして、外観の方は白を基調としてシンプルかつカリフォルニア風の外観テイストとなっております。また東南過渡地のお家なので、日当たりが良くおしゃれな外観がより際立っているかなと思います。はい、続きましてこちらが駐車スペースになっておりまして、こちらは2台分をご用意しております。このようにマイカーをお持ちの方ですね、セカンドカーやそれからご来客のお車なんかも止められますので、広いスペースをご用意しております。はい、続きまして外光の方を見ていただきたいと思うんですけれども、まず外光で最初に目に引くのがやはりこのヤシの木かなと思います。すごい立派なヤシの木ですね。これどこから運んできたんですか？こちらはですね、八丈島の方から船便で数日間かけて運んできております。こちらはさらに某有名テーマパークでも同じヤシの木を使用されているみたいなことを聞いております。でさらにこのヤシの木の下にはこのようにデザイン門地を設けております。もうちょっと奥の方を進んでいきますと、こちらの方には宅配ボックスが設置されております。ご不在時のお荷物の受け取りなんかに便利な設備になっております。そして玄関までのアプローチですけれども、このようにスロープになっておりますので、ベビーカーであったり自転車なども簡単に押せるようになっております。それでは玄関の方を開けてみましょう。うわ、めちゃくちゃ広いですね。めちゃくちゃいいリアクションありがとうございます。今回のお家のテーマにも挙げておりますインナーガレージを兼ね備えた玄関となっております。キャンプ用品などどうしても場所を取ってしまうようなアウトドアグッズなどもここなら気にすることなく置けるかなと思います。さらに玄関の方ですね、こちらワイドオープンにもできますので、バイクのような大きいものも入っちゃいますので、このインナーガレージでバイクいじりなんかも楽しめちゃいますね。さらにはですね、インナーガレージの奥にはシューズインクローゼットにもなっておりますので、ガレージで趣味を楽しむ小道具などが置けるスペースもご用意しております。ここから中にも入れるんですか？そうですね、こちらから上がることができまして、奥の方には洗面室とお風呂にもつながっております。例えばですね、お子様が泥んこで帰ってきたとしてもお風呂に直行させることができて、衛生的にも考えられたプランになっております。はい、続きまして玄関の方からリビングダイニングの方に入っていきたいと思います。おしゃれなリビングダイニングですね。そうですね、テーマがアーバンスタイルとなっておりますので、都会的で落ち着いたテイストが出来上がったかなと思います。 LDK の方を合わせまして 18.5 畳とこれだけでも広いんですけれども、ダイニングに大きなガラスを設置しておりますので、インナーガレージが見えるようになっております。そのため数字以上に広く感じられるかなと思います。階段はどこにあるんですか？そうですね、2階にはこちらのリビング階段から上がることができるようになっております。
必ずこのようにリビングを通る動線となっておりますので、お子様の外出時や帰宅時には顔を見てコミュニケーションが図れるプランとなっております。はい、続きましてこちらキッチンになるんですけれども、まずはじめにこのキッチンからの眺めをご覧いただきたいと思います。このようにダイニングとリビング、それからインナーガレージと、全体的に見渡せるキッチンとなっておりますので、コミュニケーションが非常に図りやすい、そんなプランになっております。でキッチンの方ですけれども、こちらのカウンターとシンクの方には人造大理石を使用しておりますので、傷や汚れに強い素材を使用しております。で真ん中の方にですね、こちら食器洗浄乾燥機を内蔵しておりますので、家事効率アップ、そして時短ですね、効果がある設備になっております。奥の方行きますと、こちらコンロですね、3口ご用意しておりますので、真ん中の方には、魚焼きのグリルもついております。後ろ手の方にはカップボードを備え付けで付けておりますので、こちらも豊富な収納量をご用意しております。他には何か特徴はございますか？そうですね、設備のところなんですけれども、まずこのリビングとダイニングの方には床暖房が設置されておりますので、冬でもポカポカで暖かい室内が作れるかなと思います。あと正面の大きい窓ですけれども、こちらには電動シャッターがついておりますので、リモコンの操作一つでこういったシャッターを開けたり閉めたりすることができるような設備がついております。その他はですね、屋根の方に太陽光発電パネルが設置されておりますので、こちらの方で発電した電気はお家で使うこともできます。そのため、日々の電気代の方が少しでも節約できるような、そんな設備がついております。はい、最後までご覧いただきありがとうございました。こちらのモデルハウスですけれども、ウィザースガーデン袖ヶ浦カリフォルニアクロスにございますので、気になる方はぜひ現地にもお越しいただければと思います。で、ウィザースガーデンチャンネルではこのようにモデルハウスのご案内動画を上げておりますので、もしよろしければチャンネル登録やグッドボタンですね、いただけると非常に嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。バイバイ。